コシ草は、桜草か丘虎の王族に分類される多年草の一種。和名は昔中国から渡来したと間違えて考えれていた草であることに由来する。別名が山九年母で、山に生育し香りが未完化の九年母に似ていることに由来する。根茎は短く、草丈は高さ20から80センチメートル。茎は直立、または斜上し、短く分子し、 角張り量があり、まばらに天井の毛が生える。葉は、無毛で固成し、卵形で先端が尖り、長さ5から10センチメートル、幅2から4.5センチメートル、傭兵は、長さ1から2.5センチメートル。葉は光沢を帯び、虚子はないが縁はやや縮れるように波立つ。上部の溶液ごとに花を1個つける。花柄は、長さ2から6センチメートルで、つとはない。 額は深くご列し、列片は強調楕円型で反り返り、下敢は直径1から1.2センチメートル、下向きに開く。花糸はごく短く、約は5個で大きく、互いに接して、下中を取り巻く。下記は7から8月。花後に果実の果てがすぐでき固く、休憩で直径6ミリメートル、下向きにつき、熟すと開白色になる。 お芝にしたり本に挟んでおくと長期間漢方薬のような強い香りがある。昔は虫よけなどに利用されていた。海近くの林内に生育する諸越草、三重県熊野市にて台湾と日本に分布する。日本では本州、四国、九州、沖縄に分布する。団地の海に近い山の林内に生育する。日本では 環境省によるレッドリストの指定を受けていない。また、以下の都道府県での指定を受けている。ありがとうございます。